リチャード・マーティン・キーオは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オークランド出身の元プロ野球選手。阪神タイガースでプレーしたマット・キーオは実施。実定のジョー・キーオもメジャーリーグでプレー経験がある。キーオは、ポモナ高校で野球のほかアメリカンフットボールでプレーし、南カリフォルニア大学を経て、ボストン・レッドソックスに入団。1956年には、 メジャーデビューを果たしてド・ウィリアムズ、ジャッキー・ジェンセン、ジム・ピア・ソールらと共に、ガイアの一角を担った。1960年シーズン途中にトレードで、クリーブランド・インディアンスに移籍。同年シーズン終了後にエクスパンションドラフトにより、ワシントン・セネタースに移籍すると、135試合に出場し打率、249の成績を残した。その後は、新種ティレッツ。 アトランタブレーブス、シカゴカブスでプレーした。1968年、鶴岡和人監督に壊れて、南海ホークスに入団。南海では一塁手としてプレーし、打順は7番あたりを打つことが多かった。キャンプでは一塁側へのファウルばかりで、キーではなく、不器用と言われ、シーズン通しても不器用なままだったとされ、キーを獲得したことで退団させたとされるンと歯取り、 ほどは働かなかったとされ1978年に発行された南海ホークス40年史では、南海では失敗例の外国人選手として名前が上がっている一方、1968年6月9日には東映フライヤーズの高橋義正から15球粘った末に満塁ホームランを放った記録もある。野村克也や ドン・ブレイザーと共に前年 B クラスだったチームの2位躍進に貢献したが、わずか1年で退団。また難解で、チームメイトとなった村上正則とは、レッツ時代の1965年7月21日、敵地キャンドルスティックパークでのサンフランシスコジャイアンツ戦で対戦したことがあり、三振を喫している。引退後は、セントルイスカージナルスのスカウトを務めた。ありがとうございます。